今ですね、訳あって京都に来てるんですよ。で、月京都に来た時に撮りたいなと思ってた動画があるんで、まあ、ちょうどいいんで今日撮ります。まあ、何かっていうと、昔俺が京都で住んでたところに行く動画を撮ろうと思ってて、まあ、今 JR 京都駅にいるんだけど、京都タワーも見えますね。まあ、ここら辺ですらまあまあ人多いんだけど、まあ、僕が住んでたのはここら辺じゃなくて、まあ、京都で一番、まあ、栄えてるっていうか、まあ、都会っぽいところに住んでたんですけど、まあ、四条河原町っていう、とりあえずそこまで向かおうと思います。ここがね、あの四条河原町の交差点ですね。まあ、一番多分栄えてるところなんだけど、なんかモンスターのキャンペーンガールいる。こんにちは。ありがとうございます。なんかタダでもらいました。ちょっと寄り道していこうかなと思うんですけど、まあ、やっぱ僕っつったらここなんですわな。鴨川ストリート、せせらぎの音が聞こえる。まあ、鴨川ね、四条から三条の間はね、家から近いんで、まあ、こんな感じでね、よく散歩で歩いたりもね、まあ、しましたね。まあ、僕は結構長いこと京都に住んでたんで、まあ、京都って住みやすいってよく聞かれるんだけど、住みやすいかどうか置いといて、いや住みにくいかな、住みはにくいかもしれないけど、住んでて飽きない場所ではありますね。やっぱ観光の名所ということもあって、こういうね、何気ない通りですらかなり景観がしっかり整備されてて、まあ、京都に住んでて一番良かったなって思うことは、あの歩くことが大好きになりましたね。これずっと言ってるんだけど、日常に素晴らしい彩りをつけてくれるんで、まあ、本当に外に出て歩くのが楽しくて、まあ、当時はね、本当めちゃくちゃ散歩してて、まあ、人生観みたいなのは、まあ5年住んでたか住んでないかぐらいかだけど、だいぶ変わりましたね。あっち行くと八坂神社っていう寺があって、でもうちょっと奥まで行くと清水寺があって、まあ、全然歩いて行ける距離であるんで、まあ、当時はその方まで歩いてね、心リフレッシュプラスインスピレーションの刺激でね、本当に歩いてましたね。まあ、ただ僕の家はあっちじゃなくて向こうなんで、まっすぐ歩いていこうと思います。木屋町通りっていう通りがあるんで、ちょっと寄り道していこうと思うんですけど、まあ、僕が京都にいた時はこの木屋町通りの通りで働いてましたね。まあ、夜の店が多くて、まあ、新宿っていうと歌舞伎町みたいな、まあ、イメージですかね。あそこまで激しくないけどね。でここに川あるんですけど、まあ、今はどうか知らないけど、少なくとも僕が働いてた当時はね、ここで大学生がよくゲロ吐いてました。やっぱ木屋町って飲み屋街なんで、まあ、酒飲むとことかいっぱいあるんですけど、まあ、飲まされすぎて耐えれなくなった人が、この一見めちゃくちゃ綺麗な光ってる川にゲロをめちゃくちゃぶちまけて、まあ、多分今もゲロマミードの川だと思います。気をつけてください。なんか一見いいように見えるものでも裏があるみたいな言葉あるじゃないですか。綺麗な花にもトゲがあるみたいな、それみたいな感じで、木屋町の川にはゲロ流れてるみたいな道義を作ろう。ちょっとだけ歩いて寺町峡谷、ここが寺町通りっていうところなんですよ。本当にここら辺に住んでたんですよね。ここにさ、ファミマあるんですけど、これ絶対最初セブンだったんだよ。俺が住んでた時絶対セブンで、あそこがセブンだった時に色カプコケコをもらった記憶があるもん、あそこで。いや、トイレにさ、こもってさ、色カプコケコもらってたんだって。店の中でもらうの恥ずかしいからさ。もともと俺が住んでたとこの近くにめちゃくちゃでかいホテルができてました。こんなホテルもなかった。三井ガーデンホテル、ここがね、多分僕が京都に住んでた時の家から一番近いホテルです。あ、でちなみにあそこのおにぎり屋はもう俺が住んでた時からあるけど、まだあるんだ、長まあ美味しいんでね、よく買ってました。でここに、まあ、多分エッチなお店ですねがあるんだけど、この建物のほんとちょうど裏ぐらいの家に住んでましたね。やばい、モンスターこぼした。いや、あの T シャツさ、俺が誕生日プレゼントでさ、友達にもらってたやつなんだけど、普通にモンスターウッキウキ入れたんだから壊して汚れたんだけど。で俺がね、当時住んでた時はね、このラコステの店なかったんよ。あ、これね、このラコステの店なくて、なんかちょうどいいやと思って、ここでね、
T シャツを買いました。僕は基本的にね、まあ、完全白 T ではないんですけど、まあ黒系の色の服は着なくて、まあ、中でもやっぱ白い T シャツは最近でもねもらうと一番嬉しいですね。いや満足ですね。松下さんっていうスタッフの方がめっちゃ真摯に僕に合う服を探してくれました。ありがとうございます。まあ、話戻すと、四条寺町ってとこぐらいに住んでて、昔はねここら辺にポケモンセンターあったんですよ本当に。だから住んでたところから歩いて本当2分ぐらいでポケモンセンターまで着いたんで、まあ、よく行ってましたね。まあ、ただ今はポケモンセンター京都まだあるけど、まあ、移転しちゃったんで遠くなっちゃったんで残念ですね。まあ、残念ってか別にもはや俺京都に住んでるわけでもないからどうでもいいんだけど、なんか思い出が奪われていく気がしてちょっと悲しいです。ちょっとお腹空いたんで飯食おうと思うんですけど、まあ、一人暮らししてた時は近くのコンビニでねよく飯買って家で食ってたんだけど、まあ、たまにうまいもん食いたいなってなった時に、なんか家から一番近かったつけ麺屋がこの鶴亀っていうお店で、とりあえずここでお昼ご飯食べようと思います。スーパーリーお願いします。はい、ありがとうございます。絶対上がってくるんで辛くて大丈夫です。ちょっとねもう年だし今暑いし、まあ、結構歩いてね疲れたんでね、まあ、動画も撮りつつだから疲れたんでそろそろ帰ろうかなと思います。帰ろうかなってか、まあ、元々大阪で予定あって、まあ、近いからちょうどいいからっつって、まあ、京都来てんだけど、まあ、あとね俺やっぱ京都に結構長いこと住んでたからうまい飯屋教えてくださいってよく聞かれるんだけど、困ったらとにかく今このポント町っていうねあの通りを通ってるんだけど、ちょっと下町感あるおしゃれな古寺通ってんだけど、ここにある亀八っていう鍋屋があるんだけど、だいたいそこをおすすめしてて、まあ今日は行かないんですけど、なんかよかったら鍋屋なんですけど、まあ、夜飯でちょうどいいと思うんで行ってみてください。ポント町マスダマッスン、こんなとこにいたのか。今後株ポケの飲み会はここでやろうとは言ったものの、僕も一回も行ったことないんで、ちょっと今度時間があるとき来たときに寄ってみようかなと思います。